皆さんこんにちは。伊藤楽器ピアノシティ松戸橋爪と申します。今日はクラピノーバの違いについてお伝えいたします。今回ご説明するクラピノーバ CLP シリーズには4種類ございます。それでは735、745の特徴や違いをご説明させていただきます。特徴や違いは大きく3つ。1、鍵盤。2、音質。3、Bluetooth。 それでは鍵盤を見ていきましょう。735の鍵盤を見ていきましょう。735の鍵盤はプラスチックです。対して745の鍵盤は木製鍵盤です。2つの音を聞く際、側面を触ることがあります。お教室と同じ感覚で練習していただきます。2つ目は音質の違いです。735にはスピーカーがこちら2つついております。対して745には4つついております。こちらとこちらとこちらとこちらになります。スピーカーが4つになることで音が表現しやすくなります。3、Bluetooth 機能です。745以上には Bluetooth 機能がついております。操作もとても簡単です。普段聴いていただく音楽や YouTube も楽器から再生していただけます。それでは流してみます。まずは735です。続いては745です。それでは皆さん、店頭でお待ちしてます。